天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。マスミです。さあ今日も お差し入れたくさんありがとうございます。ありがとうございます。ゆかりさんから、はい、美味しい焼き鳥ありがとうございます。ゆかりさんありがとういただきます。そしてあろうことか、はい、刈り上げあるあるさんから。ほう。プレミアムネギありがとうございます。ありがとうございます。刈り上げあるあるさん。これはね本当にすごい差し入れですから。これはねプレミアムネギでね、やっぱ肩を叩きたいな。ねえ。肩掘り治るわ。ハンドできなさいよ、それ肩叩く場合は。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、ペイちゃんさんからコーヒー5杯、おいしい棒5本。ペイちゃん、ありがとう。さすらいのネギ職人さん、楽しい竹4つ。つらいのネギ、さすらいのネギ職さん、ありがとう。うすしお味さん、コーヒーとおいしい棒5つ。そして、元気な玉2つ。たくさんありがとう、うすしお味さん。怪しいさん、コーヒー、おいしい棒。怪しい、ありがとう。カツンさん、コーヒー。カツン、ありがとう。あたたかさん、元気の玉とおいしい棒を、14本。そして、コーヒー。うん、あたたかさんありがとう。梅大福さん、おいしい棒、元気の玉2つ。はい、梅大福さんありがとう。ぽんちゃんさん、おいしい棒、元気の玉。ぽんちゃんさんありがとう。人見知りさん、おいしい棒5本と楽しい竹、コーヒー2杯、ありがとうございます。人見知りさん、ありがとうございます。すごい、たくさんお差し入れね。はい、いつもありがとうございまして。感謝感謝でね。本当にすいません。やっぱりこうね、まあ、今日の分はね、YouTube にも上げてるんですけど、夏のね、うん、夏ってやっぱこう、ファッションがね、うん、夏服になるじゃないですか。もう今日なんかは暑いですよ。暑いじゃないですか、うん、なんかやっぱ街を見てるとね、はい、到底私にはできないな、はい、そういった服装されてる方たくさんいらっしゃいます、ね、多いね、まあ、こう体型とかキャラとかも含めて、うん、やっぱ片方だけ肩出してるとか、はいはい、ワンショルダーな、あれはすごいな、あれはなかなかね。でもまあノースリーブがまずな、そうやねの、うん、でもあなたなんか別に細いし、いや、まあ、まずねこんな入れ墨隠すようなインナー着てるあなたは。じゃこれ分からんやねん、ラジオやったら。まあまあ、ほんまそうか。YouTube やったらね、分からん、はい。そう、ちょっとね、インナーが薄いやつね、はい。はい。薄いベージュのね。薄いベージュのインナーね。これ、ユニクロさんの、はい、すごくいいんですけど、ね。そして、今日着てる T シャツもね、竹内さん、小籔ソニックの、はいはい、フェスティーです。お仕事行かせてもらったら、はい、みんなもらえる T シャツを、参加賞です。私服で着てきてます。もう、これしかないのよ。このフェスティーと万劇フェスの T シャツ。まだね、この表は、なんか可愛いんですよ。可愛い、可愛い。ヒステリックグラマーみたいな感じの。そうそうそう。可愛い感じなんですけど。柄が描いてる。裏にね、天才ピアニストとか名前も入ってるんですよ。そうそう。出演者の一覧がね、はい、入ってるんですけどね。お構いなしよ。もう遅い、お構いなしよ、うん。関係ないわよ。でもやっぱすごいなと思って、そういう。はいはいはい。まあ、ノースリーブとかって、まあ、絶対もう自信ないと。うん。じゃないですか。でもノースリーブあなた全然着れるやん。いやいやいや、それは無理よ。なんで？いや、なんかキャラ的に意味わからんもん。じゃあ、うん、まあキャラ的に、まあそれ、まあ普段ボーイッシュなスカートも履かへんしさ、まあそうっすよ、 T シャツとジーパン、ジーパンっていうか、まあズボンやんか、うんうん、キャラどうこうじゃなかったら別にノースリーブとかは着てみたいと思う。思わん。その、そもそも普通に服として興味がないな。うん、ノースリーブっていうものに。はいはい、なんかその、まあ、勝手に自分の中でハードル上げて持ってるっていうのはあるけど、よほどのことがないとやっぱり、まあ、そうノースリーブってやっぱりいい女が着るというイメージといいますか。私は普通にほんまはノースリーブで自体は好き、ざっくり着たいのよ、うんうん、けどでも腕が太いからっていうので見にくいやろうなと思うから、あ、周りのことを考えてっていうこと。そう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 、あーはーはー、いやこいつ何の自信でノースリーブ着てんねんってなるやろうなと思って、いろんなこと思わせてしまうと。そう、着ない。なるほど。じゃあ、お痩せになってた時は、はい、着てあったんですか？いや、でも、痩せてた時も、腕はあんまり痩せてないね。そう、お腹とかは今めっちゃ出てるけど。でも今思ったら細いじゃん。今思ったら今よりは細いけど、うん、その時はなんか出すほどじゃないなって思ってたんや。そうやね、腕だけなんか痩せへんくて。はいはいはい、はい。割とあんま変わらへんぐらい太かったから。そうやけど、ノースリーブもさ、うん、なんかその、細かったエッチもちゃうやん。なんかその、腕のさ、つぶつぶというか、はい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 、肌がきれくない、うん、買ったら意味ないじゃないですか。その分やっぱ肌綺麗でノースリーブはさ、これは破壊力抜群でしょ。うん、おーやん。だからもうカトパンさんなんかはもうなあ、いつもノースリーブやもんな。なあ、あれはでもやっぱ緊張感を高めてるんでしょうか。出すことによって。あんなにノースリーブの服あるかねっていうぐらいノースリーブやもんな。全ノースリーブを買い集めてるよな。せやで。すごい。でもアナウンサーの方やっぱノースリーブ多いですよね。腕の面積がもう。でも肌は綺麗よ。割とな。つぶつぶないわよ、マスミちゃん。ちょっと。なんかさ、あとさ、首元が、まあ、ちょっとこう、まあ、丸首とかになってて、はい、なんか
首にチョーカーじゃなくてなんか服の延長でこう、うん、ありません、こうなんか首に引っ掛け紐というか、なんていうの、はい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 、あれチョーカー別物なんかな、服の延長で服が、うん、一旦その鎖骨のとこだけ途切れてるみたいな、はい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 、わかりません、首元あって鎖骨のとこ布なくてもう一回こうざっくり、あ、たまにあるな、あれとかすごいよなって思う、ね、だほんまに鎖骨のエリアだけくり抜いてあるみたいな、そう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 、胸の上だけくり抜いてるみたいな、うんうん、あ、エロブクやな、あ、エロブク、あれエロブクですね、なるほどですね、じゃあ私もでもその V ネックとかは好きやね、はいはいはい、っていうのも首短いな私めっちゃ首が短いから、それベージュの重しがついてるだけじゃなくて、 あのベージュのこの青付近にあるベージュの重りもあるんですが、今流行りのマリトッツォじゃなくて、私ね、イケるマリトッツォって呼ばれてるんですよ、うそやん、うん、イケトシイケるマリトッツォって呼ばれてるイケトシイケるマリトッツォ、あの詳しくはね YouTube チェックしてほしいんですけど、はい、マリトッツォ、ね、マリトッツォの横顔みたいなね、マリトッツォものこここれねこのクリームやね、ここちょっと皆さん YouTube 見てください、ね、YouTube でね、こちら更新したい、え、マリトッツォなしでも、マリトッツォなくても、マリトッツォってこの二重顎がなくても、うん、首ほら、そうか、あのその長さ的にってことですか、ここなかったとしても、あ、まあそうかそうかそうか、うんうん、短い、長くないな、長くないやろ、うん、だからこの V ネックのところは、割とこうグッと深めの好きやね、うん、なるほどなるほど、ちょっとでもこう、この辺すっきりしてたら方が、うんうん、顔が小さく見えるからっていうので、なるほどなるほど、あ、まあ、でもじゃあタートルネックとかはちょっと適ない、あ、絶対着ない、なるほどなるほど、もう。あまりも溺れんねや。なるほどな。息できんなし。あ、分かった分かった。マリトッツォ潰れたら。マリトッツォあかんよ、それは。絶対あかんよ。保護せんと。なるほどな。それでここはちょっと、ちょっとほんまは、長めに見せたい。デコルテのとこは好きやけど、うん、でもその胸のとこだけ穴開いてるやつとかは、なんかよう、そんなのは着たいと思わへん。あるよな、この丸ポケットみたいな。あるある。急にデコルテをしたら、ね。そういう意味わかんないですね。あれすごいで、オフショルもすごいっすよね。この両側肩出てて。オフショルはでもわかるわ。え、わかる、ずっとわかるやん。じゃあ、すごいなっていう。うん、いける、全然いけた。オフショルもいけた。着てた時あったな、それは。やろ、普通に漫才衣装で着てる時あったよ。朝はな、肩に乗せてきてな。うん、で、夕方だったらずらしようね。なんか、場所だよ、お前。なんか、あれ、オフショルって、まあね、あの、肩で出てるやつね。肩両方出てるやつね。うん、もう、何もかかってへんやつ。うん、は、あの、なんかゴムの力で止めてるんですよね、そう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 、基本的には、うん。だから、あの、やったら、ギュッて上にずらしたら別に首元にゴムの方をグッて上げて、ちょっと広めな U ネックの首回りなのよ。でもできるし、ギュッて下げたらオフショル肩が出ている状態、そうそうそう、緩いゴムやから、そうそうそう、できるじゃないですか。だからね、うん、朝と夜とね、それが変えてくる。そうよ、あれ今から出したっていう、ちょっと肩出しめで、あれはどういった意味なんでしょうか。まあ夜はね、はい、ちょっとこのムードを変えて、あ、ムードを変えて、うん、みんなに肩をちょっと見せてあげようかなって。なるほどね、うん、あれはすごい。あれもでも好き。まあ好き。ファッションとしては。別に全然。あのスタイルに、あのトラウマが、トラウマ、はいはい、スタイルが大丈夫やったら全然。トラウマって言ってる。なるほどね。全然やっていいと思う。コンプレックスなければ。はい、はぁ、すごいですね。うん、で、その逆に自分が痩せててもこれはできんなみたいなあるファッション。痩せててもこれは嫌やなっていうファッション。ミニスカとかはできるわけでしょ、痩せてたら。できますね。別に。はい。すごいよ、私無理やもん、ミニスカとか。ミニスカートはいけるな、何が無理やろな。別にいける、いや、まあ、あの短すぎるショートパンツは無理やな、お尻出てるような。ちょ、たまにいるよな、いてる。もうその尻のこう南半球出てません？尻なん、うん、尻なん出てるし、しかもそういう人に限ってあんま綺麗くなかったりするやん、うわー、わかるな。え、なんで出せたんやっていう、その勇気どっから湧いてくんねんっていう。そうね、え、全然ちょっとリフ姉さん言ってたな、最近の子お尻汚いなってどういうこと。いや、昭和の女性はもっと綺麗だったでしょうか、お尻が。わかりませんけど、座り方なんかな、分からへんけど、なんかいるよな、もう別に綺麗くなくても、うん、出せますよっていう。これできないファッションなんやろな。なんかさ、あのスカートさ、はい、短めとかショーパン短めは分かるんですけど、うん、なんかその素足の人すごくないですか。でも最近じゃない、うん、素足じゃなくてストッキングとか、うん、なんかタイツ履き気味な。あ、そうなんかな。ちょっと前、自分たちが学生の頃なんかみんな素足ちゃうかった。そうなんかな。私ちょっと注意を払って見てなかったけど、うん、なんか素足って結構そのグロ見ないですか。
まあまあちょっとした技とか、そう、毛の剃り残しとかな、とか、そうそう、内身みたいなのが目立って、はいはいはい、なんかめっちゃ生々しいって思うね。なんか情報多いというか、はいはいはい、すごいな。私も2回生まれ変わってもあれは無理やなっていう。生足ショートパンツは、生足ショートパンツ、生足スカート、生足スカートってことはもうパンツなわけじゃないですか、うん、スカートの下、ほんもうスースーやな。階段とかさ、うん、どないしてるんやろとか。いやー、だからミニスカートすぎるのは、うん、あれはちょっとな、そのすごいで、あれ攻めてるよな。攻めてるで。ほんで靴も生で履いてるわけでしょ。はい、素足ってこと。まあサンダルね、うん、サンダルとかパンプスとかも履いてる人おるやん。パンプスとかはあれはめちゃくちゃあっさい、あ、履いてるのか、うん、一応。なるほど、大体はね、履いてない人もいてると思うけど、ほとんど履いてると思う。そうか、さすがにね。そうそうそう、できへんファッションな、なんやろ。まあでも短すぎるやつはやっぱな、やっぱ女性でも見てまいりますからね、その短いの履いてる人おったら、うん、すごいですよね。これ駅とかの階段行けるって心配して見ちゃうもんな。はい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 、そのエッチな目で見るわけじゃなくて、うん、いやいや、これ心配しちゃうよね。女性でも見てまうねんから、男性そら見てまうわな、うん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 、しゃあないわって思う時あるもんな。あるな、すごい。いやいや、攻めてるな、攻めてる。でもまあそれが好きなんでしょうね、そういうファッションが、好みなんでしょうね。だから露出系は全般無理ってことある、基本、うん、露出系全般無理やな。男の人のあの、そのノースリーブとかタンクトップもちょっとおおってなりますね。あ、男の人の短すぎる半ズボン履いてるの、ああ、わかるわ。いてるでしょ。ああ、でもな、それパクソジュンがやったらかっこいいやろ。パクソジュンがやったらかっこいいけど、でも、うん、でもそれでもパクソジュンがやってるやつ見たことあるんですけど、それでも、うん、うん、なんか短いなって思ったで。あ、ゾワッとはしたんや。うん、185センチの人がやっぱ短いの履いてるとちょっとだけおっと思いましたね。あれは賛否分かれるズボンですね。おやすみなさい。おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね。うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？